企画、自分のチャンネルやるの始めたんですよ。すごい嬉しいんですよ。そこでですね、じゃじゃん、こちらの脚立の上に24時間過ごしていこうと思います。結構さ高めじゃない？うちの腰1ぐらいあるべ。今回はちょっと一人で入れるとやるの大変ということで、柳田ちゃんがゲームマスターとして参加してくれます。ルールは簡単、一度降りたり落ちたりしたら即失敗してしまうゲーム。一度降りてしまったり足がついたり落ちてしまった場合即失格です。お手洗いに行ける合計時間は20分、1時間に1回ミッションが行われます。そのミッションをクリアした場合ご褒美を獲得することができます。この3つになります。早速いきましょう。レッツゴー。はい、というわけで9時30分になりました。では、今から24時間生活開始。あー、やばい、始まっちゃったっていう感じで、私から見た景色なんですけど、今ね、こんな感じになってて、踏み場がね、全然ないの。登るとこなんですけど、ここがちょうど足横に1足分と、縦にすると半分ぐらいしか足乗っかんないんで、足を伸ばしさ、こうしたい。やばい、どうしよう。どうですか？なんか今めっちゃフリーズしてます。一回過去にプールの上で24時間生活してるんですよ。なんかその時結構体をこうやって広げたりとかできたんですよ。今回2つの椅子の部分だけなんで、ちょっとどうしよう。いける気がする。それはさすがにすごい。やばい、寝る時どうしよう。こうじゃ逆はめっちゃめちゃまずここで1時間でしょ。4分しか経ってないんだけど。体感どれぐらい？12分。うわ、先遠いぞ、これ。ジェニーさん。はい。現在時刻10時35分となりました。ミッションを行おうと思います。やってきたー。題して、落としたら鍋1分間ピンポン玉バランスチャレンジ。イエーイ。ラケットの上にですね、ピンポンボールを1分間1分間用意スタートと言ったらラケットの上に乗っけてください。はい。よーい、スタート。いける、いける。あ、あのね、心を仏にすればいいんだ。そう心を仏に。穏やかにして、穏やかにして。ま、あー、やべえ。まず何秒ですか？あ、全然じゃん。全然 いける絶対大丈夫。 足でバランス取ればいい。手かおり30秒。待って、結構むずい。すごい体勢ですね。それ楽？だいぶ慣れてきた。足ピンしていたら力が抜けていくごとにどんどん足が下がってることに気づいて、え、まずいまずい。今10時39分ですね。うわー、めっちゃもう1時間経ってる。1時間経ちましたね。実は今回の動画はですね、はい、保険管理事業者であるネクストーンとのタイアップ動画ということでして、よ、作権にまつわる問題を出させていただきます。こわー。いや、自分音楽やっててるからさ、これ分かんなかったら結構恥ずかしいよね。だからこそ答えられる著作権の問題を出させていただければと思います。はい、カモン。問題、 C 表記 P 表記って何のこと？この2つを答えきた。よかった、そのぐらいか。C 表記はあれはコピーライトって言って著作権じゃなくて著作権者。 P 表記はフォログラムライト、原版著作権者っていう意味ですよね。正解でーす。やったー。今回のご褒美タイムはですね、暇つぶしグッズをプレゼントさせていただきます。しゃー。え、これ私から言ってもいいですか？パソコンが欲しいです。はい、パソコンありがとうございます。あ、よかった、これで編集できる。私トイレ休憩入っていいですか？よーい、スタート。よし。あ、やばい、久々の床。急いで行ってくる。トイレ測られてるのだけやろね。現
在12時31分。生活が豊かになるためのミッション、さあ君は何を指してます？タイマーを10秒で止めろ、ほんま10秒チャレンジ。うわ、タイマーを渡されて10秒でひったし止めるんですよね。そうです。10秒台であればクリアということにしました。私はそこそこ自信あるな、いけると思うんだ。準備 OK ですか？はい、よーいスタート。押しました。あれ？え、早い？私のタイマーでは早い感じ。え、嘘！リリー！ 8 秒 96！ え、待って、嘘！早すぎたんだ。またスタートと言ったらストップウォッチを押してください。よく言ってくれ。よーい、スタート！正解です。今回のご褒美は10分間足置きを贈呈します。最高。ああ横になれる。横下にキャリケースなんだ。この高さに合わせたいっけのね、これを押して。え、待って、上半身筋肉痛になるパターンじゃん。これは楽なの。じゃあ今から10分測らせていただきます。重いんですよ。でも飽きちゃった。この状態で。はい、もしもし、ことです。やだー。じゃあ、ポチします。はい。その足はどうなるんだ。楽ですけど。私は苦しむとでも思ったのか。というわけで、ついに5時間目ですね。またまた、著作権の問題となります。あ、やべ。豪華なご褒美を出したいと思ってますので、ぜひともデニーさん頑張ってください。マジ言ってる。問題文は至ってシンプルです。いきます。はい。音楽著作権とは。めっちゃシンプルじゃん。あ、いいんだ、それでいいんだ。音楽著作権とは、作詞者と作曲者っていうのがいて、その人が持っている権利とのことで、誰がその曲をカバーしたりとかリミックスとかそういうことやっても、その曲は作詞者そして作曲者のものですよっていうのが著作権。正解です。にゃん、そこですね。チーン、完璧。ごめんごめん、嘘でしょ。やばい、めっちゃ嬉しい。さっきさ、飲めなかったからさ。え、ありがとうございます。うわー、超豪華、嬉しい、ありがとうございます。いただきます。ボナペティ、レビュー、ラブ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 。3時半になりました。6時間だ。お疲れ様です。なんか毎度1時間重なるごとに、はぁーみたいな、更新したみたいな。こんなこんなで次のミッションは24回ボールを落とすなチャレンジ。バウンスしろってことだ。24回。待って、24ってなんてどういうことですか。ちなみに私はさっき立って、ギリ行けた感じです。部活は何部でした？あ、そう、バレーボール部。受け取り姿勢ができてるやつだ。そうですね、膝使っちゃいましたね。膝使っちゃいました。脚立にいると膝が膝は使ってるね、まあ、こう曲げてるね。気持ちだけね、行こうと思います。いきますよ。はい、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、
毛布をプレゼントします。ありがとうございます。超助かる。あ、あったかい。やばい、寝ちゃう。いや、これは使い方はですね、普通にもちろん使うのもありだけど、まだそんな寒くないんで、自分の生活を豊かにしたいんですよ。だからね、結構硬いのね、この足の踏み場が。ちょっとは良くなるよみたいな。見た目ちょっと映えたし。確かに、なんかおしゃれな人のキャタツ。ありがとう。早めっちゃ真顔で言ってくれてる。1時間経ちました。待ってました。ミニゲームの時間。そう、今回のミニゲームはちょっと私がね、実はお願いしたんですけど、ゲームがしたいと。ゲームをかけたミニゲームです。なんかややこしい。次のミッションは積み上げろ分トランプチャレンジ。トランプターンだ。無理。やったことないんですよ私。あります。私こっそりさっき練習したんですけど、1分ギリですね。マジっすか。はい、2段。2段だったら私にも希望はある。あ、知った。言ってくれた。はい、いきますよ。はい、カウントダウンします。はい、5、4、3、2、1、スタート。カムサムセヘイ。よし。あやばいやばいやばい。あと何秒ですかね。今残り40秒です。40秒。いける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 。私はできる。自分を信じるやつが上に登ってく。うん。ああ焦点しないわ。いや落ちるじゃん。残り20秒。え、早くね。無理。ゲーム機ゲーム機。やだやだ。15秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あ、違う金もらってる。後ろ金。ちょっと時間かかっちゃった。無理だった。でも最後に1段できてたじゃないですか。考えてみてください。1段、2段ですよ。やばストレート。やばいやば。失敗ということで、はい、お預けでございます。ゲーム機次の回に頑張って取れるにします。ぜひさん、おはようございます。続いては著作権の問題です。ああ来た。ちなみにこれをクリアしましたら、先ほど取り損ねたゲーム機シャー贈呈いたします。シャー。よし、では問題です。はい、音楽著作権は様々な権利が集まった権利の束と言われますが、はい、次のうち音楽著作権の分権でないものはどれ。これ私やるわ。丸4の異常権になってます。正解。しょーん、素晴らしい。やったね。衣装券はあれだね。例えばとあるブランドがあるとします。新作を出しました。他のブランドとかさ、他の国が似たようなものを作りました。その衣装券に登録していると、ちょっとあそこはコピー商品作ってるよ、なんか似てるようなもの作ってるよみたいなことが言える。何、衣装券がいいよって話だね。素晴らしい。イエーイ。ちょっと引っかかるかと思いますね。ゲーム機のためなら。時間でございます。あ、そうなんですね。へえ。鍵終わりました。鍵ちっちゃい。2ゲーム参ります。はい、タイマーを0秒で止めろ、コンマ0秒チャレンジ。あー、10秒から0秒になった。さっき私ダメだったんですよ。ちなみにご褒美は何ですか。あ、知りたいですか。知りたいですか。今タイマー持つのにパン知りたいですか。パンご飯ご用意します。2ゲームクリアしたら豪華食品。おぉ、失敗したら貧相食品。貧乏飯。私は豪華ものを食べたい。 OK、 よーい、スタート。でも早すぎたかな。 55 55? 全然じゃん。チャンスは3回まであります。1回目いきます。よーい、スタート。え、どうなってる。 0.99。 逆にすごいじゃん。逆にすごい。じゃあ5入したら1だよ。マジであとラスト1じゃん。1でも食いたいんだけど、マジで惜しい。じゃあラストチャレンジ。はい、いきます。はい、よーい、スタート。結構いいと思う。いい線いったと思う。あー、お願い、食べたい。1秒18。しゃーしゃーしゃー。くっそ嬉しいんだけど。私お寿司をご用意しました。シャー
だったら何だったんですか？もやしを用意してました。6歳ぐはい、というわけでじゃじゃーん、私のご飯です。やばい、好きなものばっかり、ありがとう。いただきます。超嬉しい。お寿司食べたかったんだよ最近。不便な生活を送ってて、こういう美味しいもの食べるとマジ贅沢してんだなって。きっともやしでも感動してたと思う。私はね、蒸しエビしか食べれなかった。回転寿司とか今はさ、パネルだけどさ、前は自分で言わなきゃいけなかったじゃん。だから蒸しエビのサビ抜きくださいって言わなきゃいけないのね。でも全部が蒸しエビのサビ抜きなの。本当に全部行って行ってとか任せてました。恥ずかしい、ダメだったな。うん、ごちそうさまでした。腰痛い今。レベル10あったら今6、7ぐらい。結構やばい。地味に来てる感じのやつ。ミッションでやれるならもう枕が欲しくて。お、ジェニーさん。はい。枕がそんなに欲しいんですか？欲しい。ミッション。ペットボトルを立てろ。ボトルフリップチャレンジ。行きましょうか。じゃあボトルフリップですね。1回中1回でも成功すればミッションクリアです。いけるかな。これ結構水多いよね。少ない方がいいよね確か。じゃあこの量で。いきます。第1回目いきます。うわー、無理かもしれない。2回目。うわー、いや3度目の正直です。いやまだまだ何度もある。いきます。なんでいかないの。なんかあれか、へこんでるとか、空気を入れとる。5回目か。次半分切った。いきます。鍵盤を利用するときは鍵盤検査にも許可を取らなきゃいけないんですよね。勝手に使うことはダメってことよね。というわけで、はい、ジェニーさん、お休みタイムに入るということで、え、それダーン、最高すぎるでしょ。でも今回ですね、実はスタッフが24時間張り付いて一緒にいるわけではないので、寝るというのは結構私危ないなと思いまして、手足がプラプラした状況なので、その状況で床についてしまった時点でアウトになります。あー、はいはいはい、あ、やばい、これ絶対いいって。はい、というわけで私の巣穴ができたんで紹介しましょう。まず下をご覧ください。巣穴がデフォリなんで、じゃじゃーん、このさっき獲得したこのでっかいクッション、超嬉しい。これ背中のところに、ね、サポートになるように真ん中に入れました。そしてこの枕、これはねもう無理、乗っけらんないから、あえて縦にして首をここに乗っけるみたいな感じにしようかなと思います。で最後はね、なんか足元がやっぱり痛いんだよね、その屈折してるところ。これはちょっとね一回寝てみてなんだけど、ここにねリングドーナツを半分入れて、足がね宙に浮きやすいようにちょっとグッて入れて、これがね上に上がるようにしてるんですよ。意外と危ない危ない危ない、見て見て、初めて見たんだけど、あ、怖い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 、あーいいですね、安定しましたね。いやこれ危ない、でも足見える、力抜くとこうなる。
そうですね、これで一旦飛ばさせていただきますので、ジェリーさん、また明日よろしくお願いします。おやすみなさい。ジェニーさん、ジェニーさん、寝心地いかがでしたか？肩がクラッシュ。おお。結構だいぶお疲れがご気象ですね。おはようございます。見事ですね。足もしっかり浮いた状況、ミッションクリアとなります。おめでとうございます。痛い。爆睡はできました？なんかめっちゃ寝たけど、体がマジ痛くて、なんか寝ながらうっすら記憶があるみたいな、なんかその意識がある感じ。なるほどなるほど。なかなかお疲れの中、もう一個早朝ミッションがございます。朝ごはんをかけてミッションに挑んでいただきます、題して噛まずに言えるか早口言葉、イエーイ。2つ作ってきました。お好きな方を取ってください。はい、中を見ていただいて、お好きなタイミングで3回言ってください。3回はい。新人歌手新春シャンソンソシャンソンショー、新人歌手新新春、次でいけそう私。新人歌手新春シャンソンショー、新人歌手新春シャンソンショー、新人歌手新春シャンソンショー、クリアでーす。おめでとうございます。あ、今手ついたら終わりですよ。手ついたら終わりですよ。面白いな。寝てる間についちゃいけないって意識があるんだろうね。はいはいはい。腕伸ばしてないんですよ、一回も。ああ。多分。はい、というわけで、通常食はこちらです。はじゃーん。好きなハンサムのと、うちの好きな、これね、よくね、ケータリングの柳田ちゃんが買ってくれるんだけど、このブリトーを食べたいと思います。いただきます。うまっ。あと1時間か。という間でしたね。体は寝起きの時よりやっぱ姿勢を起こしたからか楽にはなったんですけど、マジで起きた時が一番辛かった。ボケみたいな、きつって感じ。声出てなかったですよね。朝声ガサガサなんですよ。でもなんか動画だと思ったんでしょうね。自分がスイッチ入れなきゃと思ったのか、声の質は頑張ってる方ですよ。ごちそうさまでした。はい、あとちょっとだ。8時52分。やば、終わりだ。近いですね。ミッションいきますか。最後のミッションは著作権の方から出題させていただきます。はい。ネクストーンが今年4月に発表したネクストーンアワードについて間違っているものは次のうちどれ、はあ、こちらの中からください。ありがとうございます。この4つのうちからまた1つやってますか。はい。間違ってるもの4番の今年創設されたですか。正解です。よっしゃ。結構聞いたことある人いると思う、ネクストーンアワードって。あれな、ネクストーンアワード2021にゴールドメダル、シルバー、ブロンズって3つあるんだけど、21年のゴールドがあいみょんさんのマリーゴールドだ。シルバーが米津玄師さんのパプリカで、ブロンズが米津玄師さんの間違い探しだ。どっちも入ってんだ。あ、ガムください。ガム食べたい、ね、お風呂にも入ってないし、歯磨きもって、歯磨きもしてないから、口の中気持ち悪いんだよね。ありがとうございます。あ、100円ほど、おいしい。というわけで残り30分、最後に時間を楽しもうと思います。ジェニーさん、何ですか。終了です。しゃー、24時間達成した。お疲れ様でした。やばー、24時間達成。
なみたいな、ちょっと想像できないと思ったけど12時間超えてちょっと希望見えたなみたいな。結構なぜか前半の方が辛くて、やっぱ慣れてないからなんだろうね。そうでしょうね、きっと後半の方が慣れちゃうもん。うわ終わった、いやすごい、いやでも嬉しい、終わったー。わったー、血についていいですか。どうぞ私は素なんだけどね。うわーうわー、私地上に舞い降りた。あー手足伸ばせるって素敵いやーマジでね、ずっと体丸めてたから、いやマジで思ったんですよ、原始人とかいるじゃないですか、うん、原始人やることないじゃないですか、海外、うん、いい環境ではないじゃないですか。だからその原始人から進化してる過程を私は今表現できたんじゃないかなって。確かにこれが人間の進化ですよお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はネクストンとのタイアップっていうことで、まあ、こういう音楽著作権って音楽界隈の人だけではなく結構誰にでも身近にあるものなんだなってすごい感じた。だからね、改めてみんなで気をつけられる機会になったんじゃないでしょうか。もっとネクストンとか音楽著作権について知りたい方はぜひ下の概要欄の URL からチェックしてください。ではでは今日の動画見てくださってありがとうございます。24時間付き合ってくれてありがとうございますうわ悔しいよ、これ動画にしたらたった20分とかさ、うちの24時間よ。なんか今すごくこの今日の動画見てくださってありがとうございますの言葉こんなに染みることはないいやマジ染みてるから今日は、すごい染みてるこの。今後もこういうチャレンジ、まあ、できるか分かんないけどちょっとね大変だからね分かんないんですけど、あのなんかやってほしいことがあったらぜひ見てください。では次の動画でお会いしましょう。バイ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 、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ次の仕事行きますよ。あ、そうだ、やべえ。